こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらのジグザグ編みのトートバッグをご紹介したいと思います。ですね、こちらのバッグ、このジグザグ編み、ずっと編んでみたかったんですけど、なんだかんだで編まなくて、ちょっと今回、秋に編もうと思って編んでみました。ちょっといろいろ調べながらね、ちょっと編んでみて、こんな感じに仕上がってます。で、このバッグも結構いろんな方が編まれてるんですけど、私も私らしさを入れてみようと思いまして、こんな感じで、このね、ここ結構ダークカラー、秋にぴったしなダークカラーにパリッと白いこのライン、そしてこのラインポコポコしてるんです。このポコポコラインでアクセントを効かせてみました。なんかね、こうシックでお洋服にも合わせやすい、秋のお洋服にも合わせやすいけど、でもこうポップさもある。私らしくコーディネートのアクセントになるようなバッグが仕上がりました。いかがでしょうか。でね、この編み方もすごいシンプルなんです。長編みとコマ編み、基本使ってるんですけど、この長編み、この方眼編み、あとコマ編みの筋編みなど、結構立体感を出すように、いろんな編み方を組み合わせてみました。簡単に編める編み方なんですけど、組み合わせによって、こう表面感が出て、すごくこういい感じに仕上がったなと思ってます。そしてそんなバッグに合わせて今日はこんな感じでお出かけしようと思ってます。このね、ちょっとこうこれ結構薄いニットなんですけど、このニットにこうメランジのブラウン系のニットにこのグズグズ編みのカーディガンを合わせて、なんかまだまだ暑いけど秋のコーデもしたい。そして下半身もパンツもこんな感じで、ちょっと今季流行りのカーゴパンツなんて合わせてみました。綺麗色。で、緑と、薄い緑と、ダークカラーと、このカーキとホワイトがこう、いい感じにマッチしたコーディネートになったかなと思っております。それでは、動画のチャプターや、糸の詳細、糸を購入したお店の URL など記載してあるので、もしよかったら見てみてください。あとは、編み図だったりとか、あと編み上がった作品、編んだ作品や、アクセサリーのオンラインショップなどもしてるので、そちらの URL も記載してあるので、もしよかったら見てみてください。あ、今日のアクセサリーも自作のハンドメイドのアクセサリーです。こんな感じで、シャラシャラ。で、ここにね、化石サンゴっていう天然石、サンゴの化石の天然石を使ってる、ちょっとこう、一癖、ちょっぴりモードみたいなアクセサリーです。もしよかったら見てみてください。はい。それでは早速編んでいくぞ。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。ケイトピエロさんのコットンニート S という糸で、お色がこちら16番のカーキですね。そしてこちらが、色番が01番のこの結構真っ白な糸になります。この2色を使って編んでいきます。そして使用するかぎ針はこちらの5号針を使用していきます。こちらがバッグの底の図案になっています。見ての通り正方形の図案で長編みで編んでいきます。そして角の部分は鎖編みを2目編んで増やし目をしていきます。そして前段のこの鎖2目のところにの分かりやすいですね。前段の鎖2目のところに長編み2目、鎖2目、長編み2目という風に編んでいくことによって増やし目をして正方形のバッグの底を作っていきます。それではまず1段目は輪の作り目を作って、鎖編み3目で立ち上がり、鎖編みさらに2目編みます。そしてその輪の中に長編みを3目編む、そして鎖編み2目、長編み3目、鎖編み2目という風に繰り返してぐるっと編んでいきます。それでは編んでいきます。まずこの糸を人差し指にぐるっと巻きつけます。そしてこの重なっているところを指で押さえます。中指と親指でこんな風に押さえて糸を指にかけます。ここから編んでいきます。この輪の中に針を入れて、この糸をかけて、この輪に通します。ここから編み始めます。まず鎖編みを3目、針に糸をかけて、
1、2、3、これで鎖編みが3目編めました。そしてさらに鎖編みを2目編みます。これで鎖編みが5目。そしたら次長編みを3目編みます。針に糸をかけてこの輪の中に針を入れます。そして長編みを編む。こんな風になります。ここからさらに長編みを2目。こんな風ですね。そして鎖編みを2目編みます。そしてまた長編みを3目。このように図案通りに編んでいきます。ここまで編めてきました。今四つ角になる部分、鎖2目の部分が 1,2,3,4 箇所あって、最後に長編み2目を編んでます。そしたらこのここの立ち上がり鎖3目、ここは長編み1目とカウントするので、これが 1,2,3 目という風になります。そしたら立ち上がり3目の3目目に針を入れて引き抜き編みをします。針を入れて糸をかけて引き抜き編み。これで1段目が編み終わりました。そしたらここで一旦針を外してこの糸を引き締めます。ぎゅーっと引き締めてこんな感じですね。そしてこの糸はしっかりこの裏側で始末をしてください。はい、これで1段目の完成です。それでは2段目、2,3,4,5,6,7 と同じように編んでいきます。まず2段目、この立ち上がり鎖3目を編む前に隣のここの鎖に移動します。引き抜き編みで1目移動、これ全部同じですね。全部横に移動します。そしてそこから立ち上がり鎖3目、そして鎖2目という風に鎖編みを5目編みます。そして前段の鎖編みを束ですくって鎖編みを2目編む。そしたらここに長編みが3目あると思うのですが、1目に対して1目編みます。そしてまた鎖編み2目のところは束ですくって長編みを2目、鎖編み2目、束ですくって長編みを2目、そして前段の長編みがあるところは長編みを1目ずつ編み入れるというふうにぐるーっと編みます。この2段目以降すべて同じで、前段に長編みがあるところは長編みを編み入れます。そして前段が鎖編みのところは鎖編み2目、長編みを2目、鎖編み2目、長編みを2目、そしてまたそれぞれ長編みを編み入れていくというふうに編んでいきます。そして最後ですね、ここまでこの長編みまで編んだら、最後はこの立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて長編みを1目編みます。そしてここの鎖を束ですくって長編みを編むというふうに編んでいきます。それでは2段目編んでいきます。まずは隣に1目移動します。ここに鎖編みが2目あるので、この1目目に針を割り入れて引き抜き編みで移動。これで1目隣に移動しました。ここからまず立ち上がり鎖3目と鎖編みを2目編みます。そしてこの鎖編みの部分を束ですくってで長編みを2目。そしたら次長編み3目があるので1目に対して1目長編みを編み入れます。そして鎖編み2目のところは長編みを2目、鎖編みを2目、そしてまた長編みを2目。こんな風にぐるっと編んでいきます。ここまで、ここの長編み2目まで編み入れました。そしたら次はこの立ち上がり3目の3目目に針を入れます。そして長編みを編みます。こんな風になります。そして最後にこの鎖編みの部分を引き抜き編みをした
で移動した場所ですね。ここを側ですくって長、そしたら最後に立ち上がり鎖3目の3目めに針を入れて引き抜く。これで2段目が編みました。そしたらここから9段目まで同じように増やし目をしながら正方形を編んでいきます。正方形で9段編み終わりました。こんな風に編めています。そして今の段階で約20センチですね、バッグの底約20センチになっています。そしたら10段目以降がバッグの側面となっていきます。こんな風にジグザグに図案を編んでいくのですが、この角になる部分がこのジグザグの山の部分にあたります。ここですね。そしてこのへこんでる谷の部分がこのちょうど真ん中のあたりになります。そしてこうジグザグ、このバッグの角、そこの角を使ってジグザグした、模様を作っていきます。それではまず10段目11段目ですね、10、11が全ての目に長編みを編み入れていきます。このまずここですね、今まで編んだのと同じように隣に引き抜き編みで1目移動してから編み始めます。鎖編み3目立ち上がりと鎖編み2目を編んで長編み2目を編み入れます。そしたらその後は1目に対して1目長編みを編み入れていきます。ここまでですね。そしてその後は3目一度、長編みの3目一度をここの長編み3目編み入れます。そしてまたこの先は1目に対して1目長編みを編んで長編み2目、鎖編み2目、長編み2目というふうにぐるーっと編んでいきます。この先編んでいくガイドとして一応真ん中、この4辺の真ん中に今リングをつけました。ここからここまでで長編みが35目あります。なのでここから18目目ですね、この1目除いて17目17目になるように印をつけています。この真ん中のところ、ここに3目一度をしながら編んでいきます。それでは10段目編んでいきます。まず隣に1目移動します。そしてここから鎖編みを5目、そして前段の鎖編みを側ですくって長編みを2目、そして全ての長編みに長編みを編み入れていく。基本的にこのバッグの底ですね、こちらと同じような感じです。ここまで編めました。ここが真ん中で、この隣に今1目残ってますね。ここに長編みの3目一度を編みます。途中までの長編みを3目、これを一気に引き抜く。これで3目一度です。そしたらこの後はまた全ての目に長編みを編み入れていきます。そしたらここまで編めました。今長編み2目が編み入れられてます。この鎖編み2目はバッグの底と同じように長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編み入れます。こんな感じで全て4辺同じように編んでいきます。これを10、11段同じように編みます。そしたら11段目のこの3目一度ですね、3目一度はここに長編みを1目途中まで編んで、ここですね、で1目飛ばしてこの前段の3目一度、そして1目飛ばして長編み、ここの長というふうにここの3目を拾います。11段目ここまで編みました。そしたらこれが前段の長編み3目一度した場所ですね。そしたらここにまず途中までの長編み、1目飛ばしてこの前段の3目一度、ここに途中までの長編み、
ですね。そして1目飛ばして途中までの長編み、これをこの4本をまた一気に引き抜く。これで3目一度が編めました。こんな風になります。そしたらここからまた長編みを編んでいきます。11段目までこんな風に編み終わりました。それでは次12段目は糸を変えていきます。このピンクのところですね、この図案のピンクのところは白糸を使って編んでいきます。この ⑤ とバッテン、この印細編み5目のパプコン編みを意味しています。これを後ほど編みながら説明していきます。まず立ち上がり、隣に移動ですね。まずここで、糸を変えると、引き抜き編みをするときに糸を変えます。そして隣に1目移動、そして鎖編み2目で立ち上がって鎖編み3目を編みます。そして細編み5目のパプコンを鎖編み1目前段1目飛ばしてまたパプコンというふうに編んでいって、ここは間に鎖編みを入れずにパプコンを2目飛ばしてパプコンというふうに編んでいきます。それではこの最後引き抜き編みをするときですね、ここで糸を変えます。立ち上がり3目の3目目に針を入れて、ここで白い糸、白糸ですね、白い糸に持ち替えて引き抜き編みをします。これで糸が変わりました。この前段のこの糸はキュッと引き締めて休ませておきます。そしたらまずこれ同じように隣に1目移動します。はい、ここから編み始めます。まず鎖編みを2目、そしてさらに3目鎖編みを編みます。そしたらまずここにパプコン編みを編んでいくのですが、この細編み5目のパプコン編み、鎖のこの目ですね、例えばここは鎖編みの鎖、ここは長編みの頭の鎖なのですが、これを1本だけ、手前1本だけ拾って細編みを5目編み入れていきます。まずここは鎖編みなのでここの鎖1本のみを拾います。そしてここに細編みをまず5目編んでいきます。はい、こんな風に編めました。そしたら1目目の細編みの頭に針を入れて、この輪に針を戻して引き抜きます。そして1回鎖編みを編んでキュッと引き締める。これで細編み5目のパプコンが1目編めました。そしたら次鎖編みを1目編んで前段1目飛ばして、今度はここの長編みにパブコンを編み入れます。手前1本のみ拾って細編みを5目そして針を外して1目目の細編みの頭に針を入れて引き抜く。鎖を引き締める。で鎖1目、そして1目飛ばして次という風に1目飛ばしで細編み5目のパプコン編みを編んでいきます。ここの3目一度のところまで来ました。でここに今パブコンが編めていて、ここ間に鎖編みを入れずに編んでいきます。この3目一度の手前の1本を拾って細編みを5目
で2目飛ばして2目飛ばして手前1本拾って細編みを5目こんな風にしてポコポコと編んでいきます。そしたら今度山の部分ですね。今鎖編み1目にバブコーンを1目編んでます。ただこの角の山の部分は鎖編みを4目します。そして今度1、2目目隣の鎖1本を拾って細編みを5目。ちょっとここが鎖がギュッとなりがちなので丁寧に編んでいきます。こんな風に山の部分が編めて、こういう風に編めてます。ここまで編めてきました。12段目ですね。12段目が、編み終わりです。そしたら最後、ここの鎖、ここですね、ここに1本あると思うのですが、これを拾って細編み5目のパブコーンを編みます。ここですね。ここに5目編めました。12段目が最後まで編めました、そしたら最後にですね、ここ鎖2目があって、ここの一番最初にこの鎖の片方の1本の方にパブコーンを編み入れてると思うんですが、ここの鎖1本最後はここに編み入れます。この引き抜き編みをして針を入れた、ここに針を入れて細編み5目のパブコーンを編みます。そしてしたらこれで12段目のすべてのパブコーンが編み終わりました。そしたら立ち上がりが鎖編み、最後ここ鎖1目を編んで、立ち上がり鎖編み2目なので、2目目に針を入れて引き抜き編みをで、これで12段目が編み終わりました。こんな風につぶつぶっと一周パブコーンが編めています。それでは次は13段目を編みます。13段目はここですね、この方眼編みのように間鎖1目を開けながら編んでいきます。先ほど本当は引き抜き編みをする時のカーキの糸に変えます。ちょっと後で変えておきます。基本的には最後編み糸の色を変えるときは編み終わりの引き抜き編みで糸を変えます。それじゃあ13段目、まず隣に引き抜き編みで移動、そして鎖編み3目、鎖編み2目を編みます。そしたら次、ここの鎖今3目あると思うんですが、これを束ですくって長編み、鎖編み、長編みというふうに編みます。そして鎖編み1目を編んだら、このパブコーンとパブコーンの間の鎖を束ですくって長編み、鎖編み長編みというふうに編んでいったら、次ここはこの鎖編みとこの真ん中のパブコーン、そしてこの鎖を3目一度するというふうに編んでいきます。そしてここ編んでいったら、ここはこの鎖4目を束ですくって長編み、鎖編み長編み、そして鎖2目長編み、鎖編み長編みというふうに編んでいきます。そ
それでは今一旦引き抜き編みをほどきました。そしたらここで鎖2目めに針を入れて休ませておいたこのカーキの糸、これで引き抜き編みをします。そしてこの白糸はキュッと引っ張ります。ここから編み始めていきます。まず隣の鎖編みに引き抜き編みで1目、はい、そしてここからまた立ち上がり鎖編みを3目、そして鎖編みを2目、そうしたらまず長編みを束ですくって1目、そして鎖編みを1目編む。でまた同じ場所束ですくって長編み。そしたら次は鎖編みを編んだらこのパブコーンとパブコーンの間を束ですくって長編み。また鎖編み、間を束ですくって長編み。こんな風に編んでいきます。ここまで編めました。そしたらこの谷の部分を編んでいきます。谷の部分3目一度をします。途中までの長編み。そしたらこの真ん中のパブコーンをこの頭に、ちょっとここかなりキュッと引き締めてるので針入れにくいのですが丁寧に編んでいけたらと思います。そしてまた次はパブコーンとパブコーンの間の鎖編みを3目一度する。これで谷の部分が編めました。こんな風に編めています。そしたらまた同じように編んでいきます。そしたらこの山の部分ですね、山の部分、ここの鎖を束ですくって長編み、鎖編み、長編み、そして鎖編みを2目、長編み、鎖編み、長編み、こんな風に編んでいきます。こう山谷がはっきりと見えるのではないでしょうか。ここまで編めてきました。そしたら最後に長編みを、この最後ですね、引き抜き編みをする前にこの細編み、鎖編みがあると思うのですが、こうを束ですくって長編み、そして鎖編み、それで立ち上がり鎖編み3目の3目目に引き抜き編みをして、これで13段目が編み終わりました。こんな風に編めています。それでは次14段目、14段目は10、11と同じように編んでいきます。そしたらまず隣に1目移動、立ち上がり鎖3目、さらに2目、そして前段鎖編みを束ですくって長編み2目、すべての目に長編みを編み入れます。前段長編みの場所は長編み、鎖編みの場所は束ですくって長編みを編んでいきます。14段目がこんな風に編み終わりました。だいぶジグザグ感もすごく分かるようになってきて、こんな風に編めてます。こんな感じで、それでは次は15段目編んでいきます。次は15段目です。15段目は細編みを筋編みにして編んでいきます。まずは立ち上がり、ここですね、ここで鎖編みを1目して立ち上がります。この時も同じですね、ちょっと今書き忘れてるんですが、隣に1目移動してから
鎖編み1目細編みをこの前段鎖編みを束ですくって編みます。そして鎖編み2目前段の鎖編み束ですくって細編み、そしたらこの長編みがあるところは筋編みを編んでいきます。長編みの頭の鎖の向こう側1本の実を拾って細編みをしていきます。そしてここの3目は細編み3目一度ですね。でそこ以外はずっと細編みの筋編み、そしてこの前段鎖2目のところは鎖編みを束ですくって細編み、鎖2目束ですくって細編みというふうに編んでいきます。それでは次は15段目ですね。隣に引き抜き編みで1目移動します。そしたらまず立ち上がり鎖編みを1目、そしたらここの鎖は束ですくって細編みをします。そして鎖編みを2目、前段束ですくって細編み、そしたらここ以降の長編みですね、ここ筋編みをしていきます。この頭の鎖ここですねあると思うのですが、こういう風に並んで向こう側1本の実を拾って細編みをします。向こう1本の実で細編みしていくと手前に筋が1本出ているように見えて少しこう編み地に立体感が出てきます。こんな感じですね。こんな風にして編んでいきます。そしてこの谷の部分まで編んできました。ここが3目一度の場所ですね。でここも細編みの3目一度筋編みなので向こう側に1回、ここが3目一度の場所、向こう側1本拾ってループを出す、そしてまたもう1本、これで全て引き抜きます。これで細編みの3目一度が編めました。そしたらまたそれ以降同じように筋編みをしていきます。15段目ここまで編みました。そしたら一番最後はこの立ち上がり前段の立ち上がり鎖3目の3目目ですね。ここに針を入れて細編みを編みます。そして一番最初に編んだ細編みの頭の鎖に針を入れて引き抜く。これで15段目が完成しました。そうしたら16段目は、13段目と同じように編んでいきます。こちら16段目ですね。こんな風にまず横にまた同じように移動して立ち上がり鎖3目鎖2目全部で5目編みます。そしてこの前段のこの鎖編み束ですくって長編み鎖編み、次ここの細編みに長編み鎖編み長編み鎖編み長編みと編んでいって、ここの細編みとここの真ん中の3目一度、そして1目とまして、この3目に一度長編み3目一度を編みます。そしてずっと編んでいって、ここの鎖編みは束ですくって長編み鎖2目長編みというふうに編んでいきます。まず隣に移動します。そしてここから1、2、3目さらに2目で5目、そしたらこう鎖編みを束ですくって長編み鎖編み、ここですね、今度ここ前段細編みのこの前々段の鎖編みを束ですくって編んでいる細編みに長鎖編み長編み鎖編み、こんな風に編んでいきます。16段目が編み終わりました。そしたら最後にこの前段で1目目の細編みですね、1目目の細編みに針を入れて長編みを1目編みます。
そして鎖編み1目、立ち上がり3目の3目目に針を入れて引き抜き編み、こんな風に編めていきます。そしてこの10段目、10、11、12、13、14、15、16、10段目から16段目ですね、1、2、3、4、5、6、7段、この7段を繰り返して模様を作っていきます。ちょっとこの辺編み入れるところだったりとか若干複雑なんですが、その辺は図案通りに編んでいったらと、編んでいっていただけたらと思います。はい、こんな感じで25段目まで編み終わりました。ここにパブコーンがこう2列あって、こう間に透かし編みが入っている模様です。それでは最後仕上げにハンドルをつけていこうと思います。こちらが図案になっています。ここで編み終わっている状態ですね。そしたら26段目を編みながら、このハンドルの土台になる鎖編みを編みます。まず今ここで編み終わってるので引き抜き編みで、ここの鎖編み、ここの鎖編みまで移動します。そしたら移動したら、まず立ち上がり鎖編み1目を編みます。そして細編み、この細編みは底にすくって編みます。そしてそれ以降は、筋編みですね、細編みの筋編みをそれぞれ1目に対して1目編んで、この谷の部分で3目一度編みます。そしてこの鎖を底ですくって細編みを編んだら、次鎖編みを100目鎖編みを100目編みます。ずっと編んだら、次のこの山ですね、山、この山の部分まで来て、ここの鎖を束ですくって細編みを編む。そしてまた筋編みでずっと編んできて、また同じように鎖編み100目編んだら、ここですね、一番最初に編んだこの細編み、ここに引き抜き編みをして26段目を終わらせます。それでは26段目編んでいきます。まず鎖編みで2目、引き抜き編みですね、引き抜き編みで2目移動します。はい、こんな感じで移動しました。そしたらここから編んでいきます。立ち上がり鎖編み1目、立ち上がり鎖編み1目、束ですくって細編み。そしたら筋編みなので、この前段の長編みの頭の鎖向こう側1本のみを拾って細編みをしていきます。ここをずっと編んできて、ここの細編みまで編みました。そしたらここから鎖編みで100目編んでいきます。鎖編みが100目編み終わりました。そしたらここにつけていきます。ここの鎖を束ですくって細編み、そしてまた同じように細編みの筋編みを編んでいきます。そしたらこれをまた筋編みを編んで、反対側の鎖編み100目でハンドルの土台を作っていきます。鎖編み100目編めました。そしたら1目目に編んだ細編みの頭の鎖に針を入れて引き抜き編みをします。これで26段目完成です。次は27段目を編みます。27段目、ここ立ち上がりですね、立ち上がり鎖編み1目を編んでから筋編みを編んでいきます。そしてここまで筋編みが編めたら、
次はこの鎖編み100目、これをこれの裏山の目を拾いながら細編みを編んでいきます。そしてまたここまで編めたらまたすじ編みを編んで、またずっと編んできて、またこの編みの裏山を、鎖編みの裏編みを編んで細編みを編んでという風に編んでいきます。ハンドルの段数は私は1段が可愛いかなと思って1段にするのですが、お好みの段数で編んでいただけたらと思います。それでは27段目編んでいきます。立ち上がり鎖編みを1目、そしたら細編みのすじ編みを編んでいきます。ここまで編んできました。そしたら次裏山ですね。この鎖編みが、これが鎖の目2本で、裏返すとここにこの1本あると思うんですが、これが裏山です。この裏山を、裏山の目を拾って細編みを編んでいきます。ハンドル最後まで編み終わりました。そしたら1目目に編んだ細編みに針を入れて引き抜き編み、はい、そしてここで糸をカットして裏側で始末します。ハンドルの部分なので結構しっかりめに糸を裏側で始末してください。完成しました。こんな感じでできてます。このつぶつぶがすごい可愛いです。それではサイズを測っていきます。まずバッグの底ですね。バッグの底がだいたい18センチ、横幅が27センチ、ちょっと高さが若干測りづらいのですが、そうですね、この一番高い山のてっぺんからこのバッグの底のここまでで26センチになっています。そしてハンドルの長さが26なので52センチですね。ぐるっとで52センチです。いかがだったでしょうか。ジグザグ編みのトートバッグ。ぜひぜひこの秋のコーディネートのお供に編んでみてください。はい、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃ、またねー。